はい、お待たせしました。ルーツJDL オールジャパンシルビアドリフトフェスは2019、明日開催されますけれども、その前にヴィッセリアの藤野さんにもお越しいただきまして、そのデモカーの制作秘話なども伺いたいと思うんですが、後ほど乗っていただけるということで。そうですね、まあ、あの藤野が作った車をどんなもんか乗ってみたいと思います、ね、D1 チャンピオンが作った車を乗ってみたいと思います。カメラ目線やめてください。さあ、制作秘話ですが、はい、制作秘話はですね、まあ、今回あの、まあ、土屋さんが乗るっていうことと、まあ、あの若者がもうこうすぐにでもつくあの乗れるっていう、まあ、ドリフトして楽しむ、まあ、車を乗って楽しむっていう意味ですごい制作費用がかかってるわけではあります。ベースに対していくらぐらいかかってんの？で、まあ、この車に関しては足回りと、LSD とエンジンはちょっとタービンが変わってるぐらいなので、まあ、全部で100万とか150万ぐらい見てもらえればそこそこいい車ができると思います。150万かけたらいい車できるでしょう、はい、ええ、特にこだわりのあたりはどの、まあ、こだわりは、まあ、一応あの自社で足回りとか作ってるので、まあ、足回りをぜひテストしてもらって土屋さんに、はい、どうしようかこれ、そうですね、今回これデイジさんにあの土屋さんに乗るということで、もう完全に土屋さんにもう全部ターゲット。俺の名前を使ってもらったね。まあでもね、藤野が作る車だからそんなおかしな車じゃないと思いますよ。ではヴィッセリアインプレッション行ってみたいと思います。よろしくお願いします。
先ほどね、もう乗ってる時見てましたもう無駄に面白い。そうそうそう、ね、そう、なんなんすかね、この車のこの面白さってね、まあ、SR とマニュアルっていうのは、うん、こういう無駄を楽しむ、ね、速さだけじゃなくて、うん、無駄を楽しむっていう楽しみ方が、またこのブレーキをかける、このかけた時のね、こう圧とかが、そうですね、とか土屋さんがずっとやばいやばいって言いながら走ってるのが一番面白くて、本当よかった土屋さん、本当にありがとうございます。すごい体験させてもらって、幸せ。もう見てて、もうスムーズ、なんかいろんな動きが。マニュアルは楽しい。だから、その遅い下手とか上手い下手じゃないんだよね。そうじゃなくて、車ってこうやって楽しめますよっていう、これがベースだよね。この2台のそのあれを見たときに、やっぱそう、なんか違いが分かるのが面白いですね、やっぱりね。このインプレッション。そうだね。あんまりいじくりたくない人はこういう、はいはい、こういうのとは中身だけ。やっぱこう、いろんなものやりたいっていうのは、こうやって100万とか150万ぐらい。立つのもありだしさ、やっぱりいろんな楽しみ方があるよね。なんかもう車って面白いですね。あ、こういう風にeeスポーツもあったり、うん、こういう風にカスタマイズもあったり、シンプルにそれを楽しむだけでも十分楽しめたり。あとマークアップスはさ、大体オートマじゃない。マニュアルにしたらこんなに楽しいしさ、見違えるような車に変わるわけだからさ、ここはやっぱりマニュアルの楽しさ。